はい、ということで、INI 6月13日で、結成2周年を迎えることができました。2周年の3周年目です、はい、2周年目無事にというか、まあ、みんな怪我なく2年過ごして来れました。来れました、ありがとうございます。はい、みんなおかげです。はい、ということで、さっきの、 あの YouTube の、うん、あのセカンドアニバーサリーの動画に続いて、はい、あの今インスタライブしてるんですけれども、皆さん見てくれましたか、 YouTube の方。どうでしたか、どんな感じだったの。ねえ、INIO とかね、やっぱり、はい、俺1個言いたいね、言っていい。どうぞ。いいよ。まさやくんのさ、あのなんだっけ、キムキム、キムキムの、はい、あの時のルール、俺ちょっと振りすぎない。最初だから言い方が、答え方が、あれ改めて後々考えたらどんなルールなんだ。俺が一番の不利なんじゃなくて、あれ後ろが有利すぎる。本来はみんな耳にしたりとかしてたら、そうだね、ちょっとガーガーしてる。だとしても不利、答え全然違ったん、まあ、だって俺と同じような人絶対いたはず。なのにも消えてた、俺しかもういなかった。俺なんて当たってたのになんかバツになってたもん。ちゃんとキム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 って言ったのになんかバツされてた。ちゃんと。簡単に。私制作に対する問題。すいません。すいません。いや、まあ、なんか来てますね。あ、ケーキ大きくなったって。確かに他は、あ、リヒトの乾杯大好きだから。じゃあ乾杯しましょうか。乾杯しましょう。カルキジョージリヒト、はい、はい、優しさね。はい、カルキジョージリヒト、オレンジ、オレンジ、あ、オレンジいただきます。なんか心臓止まったの。白いやつください。俺オレンジ担当ね。オレンジ、オレンジ担当。オレンジ担当、オレンジの下に供給する。あ、そういうことね。あ、ここで、まあ、まず、もう、余裕入れてから渡す。あ、当てね。では、来ました。ありがとう。1、あ、こういうこと持ってくる。2、かわいいケーキらしいですね。はい、あ、リコお帰りって。あ、ただいます。すいません。昨日もアイドルライブしてくれて。いえいえ、よかったよ。よかったよ。無事でな。無事で。何の話をしてる。コーラ飲む人は、ね、オレンジ、じゃあ俺一人で飲むから。それぜひ。え、押してくるんですか。押してなんかやるやん。この量でやらないだろ。不安楽しみ。あー、発表した。みんなにもやってくれてありがとう。みんな持ってます。ジンの似顔絵で爆笑したって。ジンの似顔絵で恥ずかしいな。もうあれ書いてます。おい、今日ジンってのペットボトル買ってきてんの。出てないってね、今回すぐ捨てんな。ワインドだ。広島で捨てたい。広島、今回ワインドがワインドだったね。何近いしてるだろう。M カムお疲れ様らしいです。ありがとうございます。はい、 M カム出させていただきましたね。ね、楽しかった。よし、じゃあみんな待ってましたので、はい、はい、じゃあここ乾杯ハンド取らせていただきますよ。はい、ちょっと待ってくださいね。あ、いいよ、もう、あ、これがいい。はい、じゃあ僕が言ったらあのリピートしてください。はい、はい、行きます。志は高く、志は高く、友情は深く、友情は深く、人権は平等に、人権は平等に、乾杯。乾杯してくれてます。ありがとうございます。何飲んでんだろ、ミニの。ね、
何飲んでんの、ミニー。隣に朝日飲んでたからな。あ、ね、乾杯でございます、ね、みんなサイドに置いてくださいね。はい、はい、はい、ありがとうございます。ってことで、唐突なんですけど、はいはい、俺らが毎年結成日になんかインスタとかに上がる写真があるじゃないですか。はいはい、それで、ね、なんと今年もあります。おお、皆さん、お手元にパネルが用意されていると思うんですけど、はい、じゃあ、一角なんで、3年目のパネル、あ、そうね、そうね、OK です。どうしていただきましょうか。はい、せーの、どうぞ。見えるかな、絶対見えない。見えなさそう。黄緑背景ですね。はい、そうですね、うん、こんな感じになっております。なんか、我こそは1周年、2周年目と変わったって人。俺、ジミニさんは勝負くんのやつがさ、俺さっきめちゃくちゃ詰まってたんだ。俺ね、結構変わった。あ、そう、俺結構変わった。ほんと？とりあえずじゃあ、いいやつ、1から1、せっかくちょっと前に、そう、なんかね、面白いから。俺は割と変わった自信あるよ。1周年目はね、なんか1周年目のこれね、みんなに。はいはいはい、1周年目、これです。開かない感じ。ここで、コリかな。ここら辺で、この商品となっております、はい、この商品からのからの、ババン、優しくね、これ、まあまあ、まあ、優しい、優しい、優しい、3年目ババン、はい、でも優しさ素晴らしい。
はい、いいですね。まあ、こんな感じでね、はい、これ後ほど、はい、あのインスタにアップされますので、はい、よろしくお願いします、まあ、もしよかったらですね、1年目、2年目とちょっとまあ比較なんかしてもらいつつ、はい、楽しんでもらえたら嬉しいです。嬉しいね、はい、ということで、はい、後で見てください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。これ噛みたいですでかすぎる。あ、雄大側転まだライブの鍵にやるお話してたの雄大側転まだお話したらどうですか。ちょっとあれですよ、皆さん。何ですか。あの発表がありましたよね、うん、はい、はい、ツアー、はい、ありがとうございます。ね、前回ブレイクザコードで回れなかった都市も、ね、ね、回らせていただくことになって、嬉しい、本当にあの皆さんに会えるのを楽しみにしてます。はい、です、まあ、せっかくなんで、まあ、意気込み代表して京介行きましょうか。キャキャ、意気込みね、もう意気込みを。なんといっても俺はもう一番みんなに会いたがってるメンバーですから。おー、本当に一番ミニに会いたいね。とにかく楽しみですし、あのファースト、ツアーとはまたね違ったあのツアーになればいいなと思いますし、僕たちもこれからねあの全然違う ANI をまた見せれるように頑張って準備していきますので、皆さん楽しみにしていてください。俺たちもめちゃくちゃ楽しみです。お願いします。いや、素晴らしい、嬉しいですね、本当に嬉しい。生きる意味ができたわ。おお、嬉しい。俺も俺らも頑張る。あ、元気もらえるとか来てますね。嬉しい。生きる意味を互いに与えてるんだ、おい。すごい。お互い合ってるよ、ね、はい、楽しみだね。また4年目の写真が4年目の写真が、あ、運をお裾分けください。絶対行きたい。チケット当たる。じゃあみんなで運を送りましょうか。はい、運気をね、それぞれのじゃあ送り方に。オッケー、わかりました。じゃあご礼お願いします。よいしょ。運をお裾分けどんだけみたいな。どんげもみはい、ありがとうございました。はい、ほっといたよ。これで皆さん当たります。大丈夫です。青ね。はい、じゃあ、たくみなんか面白いことしようか。最近の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 最近あったりしますか。僕やってみたいことですか、うん、でもやっぱりそのあれですね、いろいろみんなでねまたステージが作り上げるようになると思うので、うん、なんかみんなの意見を取り入れながら、まあ、前回なかった、前回できなかったことねいっぱいあるんでね。そうだよね。そう、あのもっとねお客さんの近くに行ったりとかね、うん、したいですね、うん、そうね。なんかひろむくんとかなんかやりたいこう企画とかあったりしたら。企画ウェーブしたいとか、コールアンドレスポンスしたいとか。あ、でもコールアンドレスポンスはやっぱやりたいよね。あ、声ね、声がね解禁になって、あのみんなで一緒に楽しめる。そう、こっちがね、あのバーってやって終わりじゃなくて、なんかすごいお互いにね、うん、レスポンスができるような企画を考えます。うん、はい、いいね。それこそさ、あの僕らあの目覚ましテスト出た時にあの、ね、ファンファーレの掛け声、はい、めちゃくちゃ聞こえましたよね。すごい、はい、あれすごい元気もらえた、ね、やりながら本当に気持ちよかったし、あれ覚えられたのかな、ちゃんとねえ結構いけてたよ、いろいろ片耳で聞こえてたんだけど、すごいあのめちゃくちゃ皆さん頑張って練習したんだなって伝わって、僕らも嬉しかったです。嬉しかったよ。嬉しい。楽しみが増えました。僕もこれの終盤で、ね、はい。今のところファンファーレが掛け声あって、はい、あのミニもめっちゃ参加できる型の曲になってるからね。そうだよね。そうだよね。ファンファーレ
ボンバーちゃん。ボンバーちゃん、ボンバーちゃん。そっちが歌ってもらうの。マジか。面白いライブなの。こっそり、こっそりケーキなんかしてるよ。こっそりで。お、おい、自分で。自分で。バレてないと思われてる。食べますかって言って。みんな撮ってくれるの？そう、皆さん話していただいて、めちゃくちゃいい、ありがとう、ありがとう、すいませんでした。ちょっと伺って、ハッシュタグロケッティアの掛け声求む。おお、確かにまだないね、ロケッティア。そうだね、今じゃ考えよう、タイトル曲。今めっちゃ違う、軽くね、大まかに Hey って言うの、最初ね、最初 Hey、 Hey、 確かにね、あんじゃがじゃがじゃが、あんじゃがじゃが、めっちゃ最初から言う。なんかさ、ひろたくんがよくさ、なんか、あの、なんだっけ、あの、ブリッジのパートでさ、不可能はない、俺の道なのこれさ、不可能はない、じゃあ、ない、はい、道じゃん、なんか言ってるよね、愛の手入れてくる、愛の手入れてくる、笑ってもらって、俺らはない、ない、公式的にこれちょっと、どう、可愛くなっちゃうから、可愛くなっちゃう。俺もなんかすごいガラスープでいきそうだ。この星も食べれますよ。マジで？
チョコレート食べれない、うまい、食べれる、食べれる、うまい、うまい、うまい、うまっ。なんかさっきひろとくんがポロって言ってたんだけど、え、今月ケーキ食いすぎじゃねっていう、めっちゃ食ってるわ。誰だっていただいてます。本当にね、塊がすごいですよ、僕たちは。あくみあした誕生日おめでとう。あ、ありがとうございます。おめでとう。今ね。おめでとう。おめでとうございます。おめでとう。おめでとう。おめでとう。なんかここでなんか、こことか言っちゃう？早い、早い。早い。ほほほ、いっちゃう。ほほほ。ほほほ。ほほほ。はい、チーズ。
オーケーイ。ということで、君の皆さんに最後に僕たちからプレゼントがあります。すごい。いきなりですが、この後、22時にレッツエスケープセカンドアニバーサリーバージョンを、アップいたします。はい、ということで、はい、レッツエスケープの、はい、MV ではないですけど、まあ、スペシャルムービーということで、はいはいはい、この後22時に、投稿されるので、そちらもぜひチェックしてみてください。はい、楽しみですね。はい、ということで、まあ、そろそろまあ、お時間近づいてきたので、うん、まあ、軽くなんか一人ずつなんか、はい、ありがとうっていうのを、じゃあこのカメラを寄せて、あ、オッケー、いきますか。おお、いいね。おいいね。お、俺も二度と持たんから。皆さん縦にしますね。天才が、はい、天才。じゃあなんか一言ずつか、うん、一文字ずつ、どっちがいい？一文字ずつ、じゃあフィーリングで、いい？一言ずつにする？あの一言つなげていける？あ、そうそう、マジで一文字。あ、マジで？一言で、オッケー、はい、一言ずつ、単語ずつね、はい、せー、いきますよ、せーの。いつも温かくしてくれて本当に、もう本当に超本当に愛してます。うん、これからも宇宙の果てまでミーたちを連れて行ってあげるよ。おはい、ということで、はい、はい、ということで、皆さん、今日はインスタライブ見てくださって